遊ぶ？はい。お絵かきしような遊び方を説明するね。好きな絵をタッチペンで選んでね。自由にお絵かきしたいときは真っ白の絵を選ぼう。下にペンがあるからタッチペンで選んでどんどん始めよう。どの絵にする？あ、遊んでみよう。さあ、やってみよう。
順番風船で遊ぶ。はい。順番風船の遊び方を説明するね。文字が書かれた風船が浮かんでいるよ。マイクに息を吹きかけると高く飛べるんだ。前に戻るね。僕をタッチペンでタッチして行きたいところに飛んでいこう。バラバラになったパズルが並んでいます。パズルはタッチペンでスライドして動かせますよ。始めよう。さあ、やってみよう。これはどこに置きましょうか。これはいい感じですね。いい感じですね。これはどこに置きましょうか。これはどこに置きましょうか。これいい感じですね。これはどこに置きましょうか。ぴったりです。これはどぴったりです。これはどわあ、完成しましたね。おしまい。僕をタッチペンでタッチして行きたいところに飛んでいこう。間違いタッチで遊ぶ。はい。始めよう。さあ、やってみよう。間違いが3つあるわよ。正解。正解。あと1つ。次の絵ね。正解。正解。あと1つ。次の絵ね。次の絵ね。
正解。正解。あと一つ。たくさん間違いを見つけられてよかったね。おしまい。僕をタッチペンで